ホーム駅名標高構前の駅舎佐古駅は、徳島県徳島市佐古二番町にある四国旅客鉄道の駅である。駅番号は、高徳線が T01、徳島線が B01 である。標高2.8メートル。なお1993年の高架改善は、簡単なヤードがあり、コンテナを含む貨物列車が行き来していた。 現在は JR 四国バスの駐車場となっている。国鉄分割民営化以前は徳島線の終点を徳島駅としており、当駅徳島駅間は高徳線と徳島線の重複区間とされていた。また高徳線全通時に先に開通していた徳島線との合流地点に開設された駅であり、その名残から当駅の所属線は徳島線となっている。ただし、 民営化事の基本事業計画では、徳島本線ではなく、高徳本線の方に所在地が記載され、高徳本線の駅とみなされていたようである。本校では、基本事業計画にない高徳線を優先して、表記する。島式ホーム一面2線を有する高下駅。高徳線上下列車の列車交換はできるが、徳島線上下列車の列車交換はできない。 ホームの両側は防音壁で囲まれている。駅全体は青色を基調としており、駅舎の天井や防音壁などに青色が使われている。駅舎の北半分がガラス張りであるなど、かなり近代的な構造となっている。1階のコンコースから2階のホームまでエレベーターで登ることができる。階段もある。駐輪場が駅の横にある。 2019年度の1日平均乗降人員は856人である。近年の1日平均乗降人員は下表の通りである。2013年9月までは駅前に乗り入れる系統があったが、系統再編で廃止となっている。ありがとうございます。